今日は君の誕生日だろ。だからお祝いを言いに来たんだ。ああ、だけどもし他に予定があるようなら今日は失礼するけど。わかった。一緒に過ごそう。昼食は私が用意するから、君はリビングで待っていて。迷惑なんかじゃないよ。どうやら今年の誕生日は何も特別なことを計画していなかったみたいだね。そうか。じゃあ私のことは気にせず計画通りに過ごすといいよ。そうだよ。昔と同じように過ごすなら、君の誕生日ケーキも手作りでないとね。そうだね。もう少し待っていて。すぐ出来上がるから。誕生日、おめでとう。これからの一年も、君が幸せでいられますように。君の願いも、きっとこの一年の間に叶うよ。気に入ってもらえてよかった。さて、今日はここまでにしよう。もう遅いし、私は失礼するよ。